ミドーオーシャンスター200。自動巻きミドーキャリバー80。今回ご紹介するのは、ミドーのダイバーズモデル、オーシャンスターです。1944年に誕生したオーシャンスターシリーズ。深海を征服する者たちのために作られた、堅牢性と信頼性を体現するコレクションウォッチです。本品は、カタログスペックで80時間の超ロングパワーリザーブを誇る、オーシャンスター200キャリバー80です。20気圧防水ケースに、両面無反射処理済みサファイアクリスタルガラスを採用した高年式モデルです。文字盤はマットブルーカラー。スーパールミノバギャコー、インデックスとスケルトンハンドの組み合わせ。312デイデイとオレンジの秒針がアクセントとなる視認性に優れた風貌です。SS ケースはローズゴールド PVD 加工が施されたラウンドフォルム。ベゼルは逆回転防止付きアルミニウムリング仕様です。裏蓋は5つのビスによるネジ止めです。ベルトは専用のブルーファブリックストラップです。ミドーが誇る次世代の自動巻きムーブメント、キャリバー80を搭載したこだわりのダイバージュウォッチです。ミドー。スイスの老舗ブランド、ミドー。時計職人ジョージ・シャレンによって1918年に誕生しました。自社製クロノグラフの製造など、一貫して機械式時計の名品を作り続けてきた、知る人ぞ知る実力派時計メーカーです。操作方法。ベゼルは左方向のみに回転します。ケース右サイド31にあるつまみがリューズです。リューズは締め込み式です。リューズを左回し、反時計回りに回すと締め込みが解除されます。締め込みを解除すると、底が手巻きのポジションです。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、ローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを解除後、1段引いて回すとデイレイトがチェンジします。2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。押し込みながら右回り、時計回りに回すと締め込まれます。ネジを締め込む要領です。通常は必ずリューズを締め込んでおいてください。サイズ。ラグ幅は 22mm。ケース径は約 42.5mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 49mm、厚さ、風防含む約 12mm です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。